ハケタシンゴは、日本の官僚、厚生省の事務次官、宮内庁次長を経て、2005年から2012年まで、宮内庁長官を務めた。山口県生まれ、幼少の頃は貧しく、社会的弱者への関心を持ったことから、京都大学法学部を経て1965年に、厚生省に、キャリア官僚として入省した。1999年に、 厚生事務次官に就任した後、2001年に退官した。同2001年に、宮内庁に入庁、2005年に、宮内庁長官に就任。宮内庁長官就任後は、内閣総理大臣、小泉純一郎と、同じく、女性天皇、女系天皇を容認する、皇室天翻に関する、有識者会議の結論を支持し、友人新郎が結論を批判した際には、 発言の自粛を強要した。2009年9月10日、民主党などによる連立内閣発足に際しては、後意継承の問題があることを伝え、対処していただく必要があると申し上げたいと述べ、後意継承の対象を男系の男子皇族に限定している、皇室転搬改正への取り組みを要請する考えを示した。2011年2月10日の記者会見では、 同年4月に行われる英国ウィリアム王子の結婚式への大輪皇族を皇太子と皇太子妃にすることについて、天皇、皇后が別の行事により出業できないことを挙げ、順序として問題がない旨を述べている。2009年12月12日、天皇による中国国家副主席の習近平への意見が特例扱いとして突然決まり、 当初体調不良を理由に断ったもの,の政府の要請で会見が決まった。天皇特例会見について記者会見し、陛下に心苦しい思いでお願いした。二度とこういうことがあってはならないと苦言を述べ、陛下の政治的利用につながるという懸念を持っているか、という記者からの質問に対し、大きく言えばそういうことだと痛烈に批判した。一方、民主党幹事長。 小沢一郎は、この発言について、同14日に、記者会見を開き、政府の一役人ごときが、日本国憲法の精神、理念を理解していない、ケタ長官は辞表を出して言うべきだ。また、天皇のお体が優れないのであれば、他の行事を休ませるべきだと、さらに陰権を強要、内閣総理大臣、鳩山幸男も同調し、ケタの発言に不快感を示した。 宮内庁によれば、ハケタの発言について同庁に1000件の電話やメールが届き、多数がハケタの発言を支持するものであったという。一方、民主党に対しては批判が殺到した。天皇は、同15日に国家副主席習近平への引権を行った。ありがとうございます。